令和の虎、その思いを金に変えろ。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。お久しぶりの竹内社長です。はい。はい、このなんか紹介のされ方は何回もしてるんですけど。ですね。はい、なんか今日は実は SNS 版の、はい、ね、収録で、竹内さんが虎で出ていらっしゃいますので、もう一本撮り終えたところなんですけれども。はい、最近の竹内さんをちょっと聞いてみましょう。はいはい、最近何やってるんですか。いや、最近はもう教育業ですね。教育業。はい、本当に教育に力を入れています、はい。はい。ちょっと具体的に教えてくださいよ。いや、まあビジネスで成功したい人っていっぱいいるんですよ、ね。はい。で、もともと僕令和の虎に出た時も、多分最初に岩井社長に言ったと思うんですけど、うん、まあ失敗する人を少なくしたいとか、うんうん、なのでそこを逆に今は成功するにはどうしたらいいかとか。うん、そのマインドをそれこそ合宿とかで今徹底的に教えて、はい、人の人生を変えるんだって言って今頑張ってます。じゃあ学宿を企画して、はい、そこにたくさんの人を呼び込んで、はい、竹内さんが講師をやってるって感じだな。講師をやってますね。なるほど。はい、大体1回にどのくらい集まるんですか。20名限定に。あ、限定にしてるんだ。はい、で泊まりがけ。泊まりがけで2泊3日で一応55万円なんですよ。はい、まあ、結構な金額なんですけど、はい、まあ、正直元取れるレベルで返してる感じです。だって20人だったらそれで1100万だもんね。なります、なります、はい、すごっ相変わらずビジネスマンですね。いやいやいや、本当にこれビジネスっていうよりかは、はい、結構もう55万円安いっていうぐらい正直相当なことをやってるんですよ。これ誰がどこで知るんですか、こういう研修があることを。いや、僕の SNS でたまに発信してるっていうぐらいなんで、はい、あまり今はまだ広くは知らせてない感じですね。うん、だってあんまり YouTube も最近やってないですよね。やってないですよね。やってないですよ。やってないですよね。はいはい。X でが多いんですか。X とか、うん、まあ、インスタとかのストーリーとか。なるほど。はい。それで告知して。インスタのライブはたまにやってます？いや、インスタも最近やってないですね。あ、そうですか。はいはい。まあ、一時に比べたら全然覚悟してみた感じですよね。そうなんですよ、はい、おかげさまで。ところで今日のこのピンクの髪の毛、はい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 、僕久しぶりに見た、はい、前の方がかっこいいんだけど本当ですか。どうしたの今日これ。おかしいですか。いや、前ね、めちゃくちゃかっこいいなと思ったんですよ。短髪のやつ、ハゲバンに来た時。はい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 、はい、いろいろやってしまって、はい、行方がよくわからなくなってきてるタイプ、ね。はい、まあ、僕の人生ですよね、はい、それが。そういえばこの間ちょっとね、ええ、X だったかなで竹内さん見たんですけど、はい、久しぶりに本出しますよね。はい、そうなんです、はい、前に出した本がなんでね、あれ出始めた頃にちょうどタイミング合わせたもんね。あ、そうでしたね。ね、そう、はいはい、だって本当に竹内さんが令和の虎に出るって言った時ぐらいにこの本も発売するし、うん、YouTube も始めるっていう時期だった。確かにそうでしたね。あれも3年ぐらい前、はい、もう3年ぐらい前ね、はいはい、あれ以来も、ええ、本は出してない。いや、ついこの間も実は成功マインドっていうのを出したんですけど、うん、なるほど。もう今回は竹野内の失敗っていう、はい、竹野内の失敗、はいはい、まあ、相当僕チャレンジするんで、はい、相当失敗してるわけですよ。なるほど。要はいわゆる本番のしくじり先生みたいなもの。はい、もう相当それに当たります。なるほどね、はい、で今までに竹野内さんが数々やってきた失敗の話を、はい、そこに書いてあって、はい、自分はこういうことでこういう失敗したから、うん、あんたたちはこういうことしないようにねっていう本なんだ。そうそうです。乗り越えてきた方法とか、はい、で結構メンタル強いですねってよく言われるんですけど、はいはいはい、まあ、その時のメンタルの保ち方も含めて、うん、どういうふうに乗り越えてきたかっていう話ですよね。例えばどんなことを書いてあります。例としては一番大きかったのはやっぱりガーシーさんの件じゃないですかね、うんうん、まあそうでしょうね、はいはいはい、なんで今回ガーシーさんの件で僕がなんていうの、送りつけた偽の暴露ってよく言われてるやつ、はい、それも内容が何だったのか多分公開されてないんですよ、はい、ガーシーさんしか知らないんです、はい、それをどんな内容か公開してるんですよ。もうね、もう僕がなんて愚かなことをしたのかっていう失敗をとにかく載せたいと、はい、なんでもう出版社の方がもう超乗り気だったんで、はい、もうガーシーさんにこんなことを送りましたよと、はい、でどの時点でどうなったかとか、はい、その時の僕のメンタルとか、はい、やばい、ああやばいっていう、まあ、表ではほとんど見せてなかったんですけど死にかけてた。あれライブ配信中だもんね。あれはやばかったですね。ね。手震えてたんですよ。僕カタ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 って。なるほど。はいはいはい、他には。いや、他にはもうリラクル時代のいろんな失敗もありますし、はい、僕ビジネスで全てが順調じゃなかったんで、うん、やっぱりいろんな人に嫌われたりした時期もあるわけですよ。うんうんうん、で、もういけると思ってさっきのガーシーさんの件でも、うん、もう大多数の人に嫌われて、うん、登録者
一時期40万近くいってたのが、うん、毎月1万人ずつ減っていくという。なるほど。この、まあ、だから人に嫌われて初めて学んでいくというのを僕人生でずっと繰り返しているので。令和の虎のことは何も書いてないですか。令和の虎のだから岩井さんのことをちょっと触れてるんで。あ、そうなんですか。はい、はい、まあ、ちょっと一部だけ岩井さんこんなこと書きましたよと、うん、一応岩井さんにはね許可取っとかないと危ないので一応ちらっと見せてこれ大丈夫ですかって確認したことありますよね。全然覚えてない。え、本当ですか。だってすぐ忘れるもん僕。ちょうどね3ヶ月前ぐらいに、はい、岩井さんこれ読んどいてくださいと、はい、あの大丈夫ですかって聞いたらあの大丈夫ですって速攻で変えてきたんですよ。あ、だから全然大丈夫だと思ったから覚えてないですよね多分。あ、多分そうだと思います、はいはい、なるほど、はいはい、これいつ発売ですか。ね、6月の17日17日か今日が12日、はい、12編集できるかな間に合うとかちょっと頑張ってみますけどももしかしたらもう発売後かも分かりませんけども、はい、今日はあの概要欄に貼っておきますのでこれ Amazon から買えるんですか。はい、Amazon からもう17日の手前からもう予約もできるんで、はい、ぜひぜひ皆さんに読んでいただいて全国の大手の書店にも並ぶって感じ。並びますね、はいはい、初版何部ですか。初版は全然、何部なんだろう。ちょっと商業でもうお任せしていっちゃってて著者が初版部数わからないっていうねこの適当さ、はい、まあ少なくとも3000、4000は捨てるんでしょうね。あ、それはぐらいはもちろんもちろん、はいはい、だって今時ね、はい、ベストセラーって何部売れればベストセラーか知ってますよ。知らないです。昔はね、例えば乙武さんの方が今まで日本で一番売れたんだけど、うん、100万部売れないとベストセラーって言われなかったんですよ。今ね1万部なんですよ。あ、1万部なんですね。そう、たった1万部売れたらもうよく売れたねっていう感じなんです。そうなんですね。そうだからよっぽどの本でない限りは、うん、初版で1万すらないらしいです。なるほどなるほど、はい、大体もう本当にもう本当に売れそうにない本は2000部とかなんですって。そうなんだ、はい、今回の僕の本実は超自信作なんですよ、はい、でまあ、前回も多分かなり何万部売れたかなっていうぐらい売れたんですけど今回は本当にやばいと思います。まあ、あとは今の竹野内さんの知名度がどこまで落ちてるかだけだなこれ。いや相当売れないと思ったんで、はい、岩井さんちょっと紹介してくれないですかそうです、はい、ということで皆さん、もう一回態度を竹野内の失敗ですね。竹野内の失敗、ね、はい、竹野内の失敗というタイトルの本がいくらですかねこれ。ね、約2000円ぐらい。なんで約やねん1900いくらだったと思うんですよそういうことね、はいはい、高いね。高いみたいですね。高い、だって普通1650円だもん。そうですね、はい、うん、ちょっと高いですけどここにも儲け心が出てますけどね。いやいやいや本当にそんな分厚いのかな。じゃあ分厚いのかな、まあ、普通ぐらいですけど、はい、ただね内容がね結構やばいんですよ、はい、いや内容がいいと高くなるって話は聞いたことがないよ俺はいやいや本当に内容ですから日本は内容ですから、はい、ということで正確な数字はですね、これも概要欄貼っておきますので、はい、見ていただいて、はい、Amazon からねご購入できるようになってると思いますので、はい、まあ、間違いなく発売前にこれ配信するってそれでももう今売れる買えるんだ。買えます。買えます、はいはい、ですから配信される頃にはですね必ず皆さんすぐ購入できると思いますし、はい、まあ、大手の書店に行かれればひょっとしたら平積みされてるかもしれませんので、それ嬉しいですね、はい、ご購入いただきたいと思います、はいはい、じゃあ最後に竹野さんから視聴者の方々にいろいろご挨拶をいただきたい。いろいろご挨拶ですか、はい、僕ね令和の虎の本編に出るんじゃないか出るんじゃないかとずっと言われてるんですが、はい、未だに実は本編で虎としては最近全然復活してないんですよまあ SNS 版とかハゲ版とかとにかくね僕エロかハゲしか、ね、採用されてない。でこのハゲが残念ながらね第一期でなくなってしまいましたんでね、はい、僕のね、はい、一番の住処みたいになったのに、はい、もうね切ないんで、はい、ぜひ本編に一度また出していただけたら ね、はい、嬉しいですね、はい、ということでございます。久しぶりの竹野内さんでした、はいはい、ありがとうございました。どうもありがとうございました。仲間とつながれる、虎とつながれる、もちろん主催ともつながれる、令和の虎ファンクラブ入会はこちらから。